シュピーツ・エルレンバッハ発売地面鉄道保有の製造当初のチェニ4701号機ギルベタル鉄道保有の製造当初のチェニ4692号機一時車とは外観が異なるベルン・レッチュベルク・シンプロン鉄道アブダニ8701から705系電車は現在ではスイスの最大の私鉄である BLSAG となっているベルン・レッチュベルク シンプロン鉄道及びその各系列会社で使用された旅客に持つ合わせ作り電車である。アルプスコエルートの一つであるレッチュベルクルートを要するベルン・レッチュベルクシンプロン鉄道は本線であるレッチュベルクルートの他にシュトベルンやシュピーツを中心に系列会社による路線網を持っていたが、こういった路線などでの区間列車用に電車による単編成列車を導入することとなった。 以前より、ベルン・レッチュベルク・シンプロン鉄道では、CFE2、6784から785型や、B4、5791から796型といった、電車を使用していたが、いずれも、本線で、旅客列車や貨物列車を牽引することも考慮した、頑丈な大枠を持つ重量のある電車であったが、本機の元となった、チェニ、4型はこれらとは全く異なる。 軽量構造の単編成区間列車用の電車として、電気部品を、さすが、車体及び、機械部分、台車を、SLM が担当して製造されており、1935年に、最高速度時速 90km の性能を持つ一時型が、シュピーツエルレンバッハ鉄道、ギルベタル鉄道、ベルノイエンブルク鉄道に各一両、1937年に、 最高速度時速 110km の2次型が、エルレンバッハ発売地面鉄道とギルベタル鉄道に、各一両の、計5両が配備されている。また、同じく本機の元となった、BCF4 型客車は、チェに、4型が牽引することを考慮した、専用の客車として、SLM が製造を担当して1939年に4両が、 製造され、シュピーツ・エルレンバッハ鉄道、エルレンバッハツ・バイジメン鉄道、ギルベタル鉄道、ベルン・ノイエンブルク鉄道に一両ずつ配備されている。その後1946年には、チェニー4型と BCF4 型を固定編成とする改造を実施して、ブクフに8型となり、その後1956年の昇号改正により、アブフに8系。 さらに1962年の称号改正により、アブダに、8型となって使用されている。各機体の履歴は、下表の通りシュピーツエルレンバッハツバイ地面、鉄道のチェニ、4701号機ベルン・オイエンブルク鉄道のチェニ、4726号機の側面シュピーツ、エルレンバッハツバイ地面鉄道のチェニ、4701号機、一時車は、 正面が三面折りつまで、窓が小さい二両固定編成となった、ブクフに、8702号機、1946年。ありがとうございます。